7つの玉。よーし、ついに7つのドラゴンボールを集めたぞ。呪文は、いでよドラゴン。本当に出た！ドラッグボールを7つ集めし者よ。さあ、願いを言え。どんな願いも3つだけ叶えてやる。時間がないぞ。さあ、願いを言え。ちょっと待ってね。考えてたんだけどな。少し待ったぞ。さあ、残りの願いを言え。え？今のカウントされんの？すごくない？そんなことはない。叶えられる願いは、あと2つだけだ。あ、そういえば聞いたことあるな。最近パチモンのドラゴンボールが出回ってるって。さてはお前その手合いだな？ギク！そう。そんなことはない。さあ、時間がない。願いを言うのだ。時間がねえって言うけどよ、本物のドラゴンボールに制限時間なんかなかったぜ。少なくともテレビで見てる限りはな。テレビ版では時間と演出の関係上、本来の制限時間は未公開だったのだ。ほうほう。じゃあなんで制限時間があるんだ？我々の給与体制が出来高制だからだ。え？シェンって給料あんの？案件の件数で決まっちゃうわけ？一件いくらなん？願い一つにつき10万円だ。ってことは、俺の願いを3つ叶えたら30万円。でもドラゴンボールって1回使ったら1年使えないわけだから、年収30万ってこと？その通りだ。きつくない？てかそれじゃ副業必須。てかむしろシェンの仕事の方が副業で別の仕事してるよね。何の仕事してんの？その質問が二つ目の願いか。あ、もうそれでいいや。面白いから教えて教えて。私の本業は実は俳優業なのだ。は？俳優？むしろそっちだけで食えるでしょ。そうでもない。うわぁ、世知辛い。でもちなみにさ、出たことあるドラマとかあんの？有名なところで。漫画に昔話のオープニングが一番再放送もされている。あれお前なんか。ちなみに最近ではポプテピック作中で勝手にパロディで使われたため、映像権の訴訟問題になっている。ずいぶんペラペラ喋るシェンだな、お前。他にも出た作品あるの？その質問が三つ目の願いか。いやいや、いくらなんでもがめつすぎでしょ。さっきの二つ目の質問の範囲だよ。それぐらいサービスしなさいよ。いいだろう。五星戦大連の流星王は私に特殊メイクをして撮影したものだ。特撮にも出てんだ。人型に変形させられたこともあったが、1年間のレギュラー出演ともあって多少の無茶にも応えた。私のレギュラーデビュー作だ。ああ、時期的にはそうか。ドラゴン本編でもレギュラーじゃねえもんな。さあ、最後の願いを言え。もうちょっと二つ目の願いで答えて。実際どうなの？役者業って。正直なかなか辛い。やっぱり？最近流行りの作品には、龍があまり出てこない。昔ほど仕事が入らないのだ。ああ。辛いとこだね。海外でドラゴン
ボールが実写化された時は海外進出も考えたが、就労ビザが取れなかったのだ。うわぁ、それは痛い。ああ、そっか。お前も苦労してんだな。妻と娘の生活を守るために、このような仕事も頑張らねばならんのだ。え、妻子持ちなの？別居中だ。ああ、そりゃ失礼。でも夢追い人、じゃねえわ、夢追い流だと、そりゃ嫁さんも子供連れて出て行きたくなるよな。身につまされる話。気遣い感謝する。でもさ、人の願い叶えられるってことは、その力で自分の願いもうまいこと叶えてさ、お金持ちになるとかできるんじゃねえの？願いを叶えるために必要な経費は、すべて私持ちなのだ。うっそん、絶対一案件10万じゃ割に合わない。俺絶対シェンに就職しない。さあ、願いを言え。コストのかからない願いならあと一つだけ叶えてやろう。うわぁ、本音言ったよこの人。まあそうだよなぁ。じゃあ帰ってください。どういうことだ。さっさと帰ってくれ。そんな世知辛い話聞かされたら、とっとと帰ってもらって、10万もらって、家族にうまい飯でも食わしてやって欲しくなるよ、こっちは。人間も捨てたものではないな。そう言ってくれたら嬉しいね。願いは叶えてやった。さらばじゃ！本当は俺の奴隷になって永遠に願いを叶え続けなさいっていう願いを言おうかなって思ってたけど、さすがにそこまで俺も極悪人にはなれなかったな。